こんにちは、サラです。パダ입니다。ヨンサン軍のお母さんのユン氏、ペビユン氏とハイヒユン氏とか言うんですけどね、ヨンサン軍のお母さんってソンジョンの2番目の奥さんですよね。ソンジョンの1番目の奥さんは体が弱くて早めに亡くなるんですよね、それと子供もなかったんです、子供がいない6年の間に臣下たちが心配してて、夫君を見てくださいと言ったんです、その時ユン氏を見て一応夫君を入れたんですよね、で夫君に入れてからあの奥さんが亡くなったんです。1年後にね、1年後に亡くなって、その時代にもうすでにあのユン氏、ユンサン軍お母さんにはユンサン軍がお腹にいたんですよ。それであの臣下たちがもう一回王妃を選びましょうと言ったんですけど、もう子供ができたからもういいって言ってて、そのままユン氏を王妃にしたんですよ。なのでユンサン軍は直長者なんですよ。そうですね、ユン氏が王妃になってもう第1番目の男、長男、そう、で直長者なんです、ユン氏とソンジョンの出会いはユン氏の実家はお父さんがいないんですよ。家計がそんなに豊かじゃなくて、いつも服とかも粗暴な服、質素な生活してて、そうユン氏は良妻賢母のような人じゃないかなと言ってもう褒めたんですよ、ユン氏を。それであなたを王妃にしたいって言ったんですけど、その時ユン氏は私はお父さんもいなくて王妃になる人じゃないんですと言って一応こだわるんですよ、そのようにもう穏やかで優しい人だったからソンジョンに愛されたんです。ソンジョンの夫君がいっぱいいるんですよね、その中でもユン氏を一番愛したんです、そのような性格が好きだから、じゃあそれで子供もできてヨンサン軍も生まれました、なのにちょっと自分を愛してくれると思ったのに、赤ちゃん産んだヨンサン軍産んだからはあんまりユン氏のところ行ってないんです。じゃあそこからあの事件が起こるんですよね、やっぱり子供産んであの尊重も来てない、寂しいし、あの自分より夫君たちを可愛がってる、だから嫉妬がすごかったんです、それでちょっとねあんなに穏やかな性格だった人が自分の実家のお母さんを呼んで、その夫君たちに呪いをかけるんです、でそのようなことを変なことをいっぱいやるんです、どのようにやるかが一番ドラマとかにもいっぱい出るんですけどね、ユン氏の部屋から夫君たちに呪いをかける手紙が発見するんです。ソンジョンが発見するんです。ソンジョンに怒られて、もうこのような悪いことをするからあなたは廃棄するよと言ったんです。でも臣下たちがヨンサン軍の生母産んでくれたお母さんに配慮したら絶対いけないって臣下たちがすっごい反対したんです。その時、ソンジョンは、じゃあ今回ことは長いないことにしようと言ってて一回許してあげたんですよ。ソンジョンはその後でももうユン氏のところに行ってなかったんですよ。それで2年ぐらい我慢したんですけど、その怒りがユン氏が爆発して王様にすごい暴言とかを吐くんです。本当はありえないことなんですけど、王様の顔に傷をこうね爪でパッと、王様の体に傷を残すことはもう本当に死刑なことなんです。オッチェ、宝物の体なのに触ることもできないね、そのようにね、体で争いしててね傷まで残してる、でそれがおばあ様の耳に入ったんです。それで廃妃が決まったんです。原因としてもうソンジョンから言い訳もあるし、いい理由で、おばあ様からも理由があるし、あとあの3番目のあの次の順序のお母さんからもいろいろ記録に残ってあるんです。
でその記録を見たら本当にユン氏が奥様に言っちゃいけないこともいっぱいいたんです。そのような記録的にはいろんな本当にひどい記録がいっぱい残ってあります。で結局廃棄されて、あの臣下たちが廃棄してもヨンサン軍王子がいるから別城、宮廷の別城で過ごすようにしてくださいと言ったんです。でもソンジョンはそれ反対して、もう宮廷から追い出してくださいって言って、自分の実家に行かせるんです。ヨンサン軍が王子になるため の, あのいろんなことをやるんです。その時臣下たちがまた廃棄ユン氏をまた復縁させる、その絵を王様に言うんです。じゃあ王子になるから、ヨンサン軍もお母さんのことも知らなきゃいけないから、そうだねと思って、一応臣下の話を聞いて、ユン氏がどのように過ごしているかを見てきなって命令をしたんです。でその命令をしたのをおばあさんがしてて、おばあさんがユン氏が嫌で嘘を作って王様にご報告するんです。もう反省は全然しなくて、逆に王様の悪口とか言ってて、もう悔しがってるんですとかね、嘘のこう報告して、その時ソンジョンが我慢できなくて、もうささ最悪を下ろすんです。ユン氏はなぜ私が最悪を飲まなきゃいけない、私がそんなに悪ことしたって言ってて、悔しがって、この悔しさを自分の息子に絶対伝えてくださいとか、もその話も、なんかヨンサン軍のなんか生まれた時に着てた服とかにあの血を出して、これをヨンサン軍にあげてとか、その話もありましたわけどね。それで一応ユン氏は亡くなるんです。ユン氏も悪いことしてて一応廃位されたんですけど、一応一回時間が流れて息子のためにまた宮廷に戻る機会があったんですが、おばあ様の計略でまた最悪をもらって死にかける。でそれがヨンサン軍が知った場合、もうおばあさん許せないじゃないですか。それで暴れたと思う。それでこの話もあるんですね。子供を産んだばっかりで、今だったらそのようなヒステリカルな、性格に変わるのは産後のうつ病とか、でそれがあったんじゃないかな、今現代考える歴史学者たちは。それで性格がキラッと変わって、それありますよね。その産後ブルーの時に王様が少し気にかけて優しくしてたら、そういうことにはなってないかもしれないから、やっぱりみんなのね、周りの人のケアも足りないですよね。そうそう、特にね、ソンジョン、王様が、ね、もうちょっとね、こうやって横に、ね、そばにいてくれればよく、寂しかったと思いますよ。やっぱり旦那様の愛も必要ですよね。そうですよ ね、その大変な時にね。そうそう、幸せってなんだろうと言って、結婚した人にもちろん幸せって子供の成長とかね、あるんですけど、やっぱりご夫婦、ご夫婦の愛情が幸せの一番元なんだって言って、夫婦の愛情で仲がいいと子育ても楽しいし、よくできる。だから一概に悪女とは言い切れないっていうか、そこは本当ソンジョン王様もちょっとわがままだったじゃん、自分本当に夜は好きにしたかった感じ。だからその立場その立場理解するとね、一人一人を見てもう本当にこうやって細かく見るとね、ああなるほどねとか理解ができるんですよね。そうですね。ヨンサン軍もペビユン氏もちょっと悲しい人生でしたね。はい、ではアンネルドジョンハルポネセヤアンニャン。